の新春ジャイアントシリーズでは小橋コールが鳴り止まぬ一幕もありました。進化のホワイト7番勝負、皆さんはどう評価されますか。さあその小橋と対決するのが今日はスタンハンセン。おっとお客さんと随分やり合っております。燃えている気迫がみなぎっております。このスタンハンセン突っかけましたね。ああ小橋がいきなり突っかかった、突っかかった。さあどうする、まだゴングは鳴っていない。30分一本勝負のシングルマッチ、上風口が正式に入るが収まりません、収まりません。さあ放送席目前だ、放送席目前。小橋の顔がすでに好調している。さあスタンハンセン、まだコスチュームはつけたままです。さあどうする、小橋はどうする、スタンハンセンはどうする。さあまだゴングは鳴っておりません。さあ小橋健太のっけから突きかかっておりますが、やる気満々ですね。武井さん、これはですね、正面からの玉砕しかないですからね、はい、ともかくぶつかってみることですよ。そうです。さあ今ゴングが鳴りました。30分1本勝負、1990年エキサイシリーズ開幕戦、後楽園ホールからお伝えしておりますが、早くも波乱万丈この一戦であります。小橋がのっけからゴング前からスタンハンセンに襲っかってきました。さあなんとしてもこの若さでスタンハンセンのこのウエスタンラリアットを封じ込めて自らのペースに持っていきたい小橋健太でありますが、さあスタンハンセンが顔をしかめております。しかしこの辺りでは小橋健太気を緩めてしまってはいけないわけです。場内からは小橋コール。さあスタンハンセンがエルボーパッドを見合います。小橋がちょっと口な表情を見せました。さあ武井さん、まずこの最近の小橋を語るに一番重要な材料というのは何といっても昨シリーズの小橋健太の7番勝負なんですけども、2勝5敗、これはどう評価されますか。まあ、成績の上ではですね、黒星先行の2勝5敗ですけどもね、はい、内容的には小橋は非常にいいものを残しましたね。そうですね、まあ、そういった意味でもこの一戦はその小橋健太の7番勝負の延長線上にあるものと見ていいでしょうね。まさにその7番勝負の第8戦という感じがしますね。はい、デイビーボーイスミス、あるいはジャンボ鶴田、そしてアブドラブッチャーを何度もピンチに押しやりました。そして今日このスタンハンセンと対するわけであります小橋健太。それにしましてもこの小橋健太はデビューが昭和63年の2月26日、ちょうど丸2年を迎えるんですけれども、3年目を迎えますこの小橋。この小橋に期待するものを竹内さんお願いします。ともかく今はですね、勝ち負けにこだわらずですね、はい、どんな大きな目標に向かってもやっぱり全力でぶつかっていってほしいですね。その全力ファイトを今日はスタンハンセンにぶつけてほしい小橋健太。身長186センチ、体重113キロ、22歳です。ドロップキック、ショートレンジから打って出ました。もう一発、これはいい当たりしましたね。はい、そのまま積極的に攻めてほしい。ロープにホイップする。さあどうする、ショルダータックル、ややぐらつくかスタンハンセン。しかし相手はしっかりと相手をしっかりと見つめているスタンハンセン。このヒップダウンポジションに小橋健太は惑わされてはいけない。相手をよく見ている。これはいい蹴りですね。はい、蹴りを見舞う小橋健太。しかしスタンハンセンの目も死んではいない。顔面にパンチです。そしてキックです。小橋ダウンします。さあこの辺りからスタンハンセンがペースに持っていくか。怖い怖いスタンハンセン、鈍い音がしました。さあ悲しい音ですね。はい、なすべがないのか小橋健太。ボディースラム、なんといってましてもスタンハンセンはこのシリーズ最終戦でゴディ・ウィリアンス組とこの世界タッグの防衛戦を迎えます。さあそういった意味でもこのハンセンの調子をこの一戦で占いところでありますが、この開幕戦非常に重要な一戦、両選手ともに将来占う重要な一戦となります。ハンセンのペース、武井さん、ちょっと小橋の動き止まってきましたか。しかしですね、ハンセンも今日は胸の辺り相当赤くしてますからね、そんだけやっぱり小橋の攻撃もやっぱり有効打になってますね。試合前スタンハンセンに小橋健太の良さは何ですかと聞きますと、やはり何といってもガッツがあることだと言っておりました。そのガッツファイト、ヤングスピリッツを見せてほしい小橋健太。さあスタンハンセンの体重135キロを抱え上げた、そしてコーナーから走ってギロチンドロップです。さあ技を積み重ねてほしい。2発目のギロチン、キャンバス中央で3発連続しました。さあトップロープに登るぞ。空中殺法だ、空中殺法、鳥になれ獣になれ。さあ小橋健太どうする、ボディアタック、そしてプレスする、カウントが入る。さあどうだ、カウントは2。まあ、スタンハンセンとしましてもこの全日バット最強外人の座を守るためにもこのスティーブ・ウィリアムスが参戦しているこのシリーズ大きな意味を持っております。さあキックでカットした、足元ふらつくスタンハンセン、場内からは危ないという声が聞かれておりますが、さあ小橋健太も負けていない。さあ苦しい表情だスタンハンセン、その胸元にチョップ、しかし倍の力で背中にチョップ、スタンハンセンです。さあ打ち合うやり合うスタンハンセン、小橋健太。さあがむしゃらロープにホイップする、かわしたショートレンジガンドロップキック、おっと左手ジャストミート、ウエスタンラリアットジャストミート、カウントも入る、カウント3。
はり最後はウエスタンラリアットロングホーン、後楽園ホールが沸きます。竹内さん、いかがでしたか。最後はさすがハンセンですけどもね、小橋の健闘も褒めてあげたいですね。そうですね、小橋不沈艦の前に沈みました。やはり最後はウエスタンラリアットでした。しかし若武者小橋健太のファイト、今日も後楽園ホールのお客さんを十分に堪能してくれました。ちょっと起き上がることができない小橋健太、勝負タイムは4分と08秒、あっという間の出来事。スタンハンセンの前に小橋健太沈みました。しかし十分に評価されていいナイスファイトでした小橋健太。